受け入れられてない人またもう一人いたわ、私と一緒で。そう、17日は公演終わりに劇場からやろうかなと。サイリン手紙嬉しい、めっちゃ嬉しいよ、超絶嬉しい。こんばんは。うん、ヤスさんお疲れ、来てありがとう。次の手紙はコピー用紙じゃなくて便箋に書きたい。でも何に書いたかなんて重要じゃないからね。その気持ちはもちろん嬉しいけど、コピー用紙だったってとしてもさえはとても嬉しかったよ。あ、帰宅しました、おかえりなさい。こんばんは。今日めっちゃ楽しそうだったの、本当に泣けた楽しかった、とっても。そう、とっても楽しかった。今日のメイク可愛くない？一昨日と違う、一昨日と昨日が違って、昨日と今日はほぼ一緒。ちょっとおめめのメイク変えた。涙袋ピンクピンクにすんのやめたんですよ。どっちのが可愛いかな。卒業公演のメイク、そんなにメイクのレパートリーあるわけじゃないけど悩む。今日のが可愛い。じゃああんま塗りたくんのやめよう、目尻だけにしよう、ピンク。こんばんは。ちなみに卒業公演の髪型一生決まらん。どないしようかな。こんばんは。たかしさんありがとう、ギターありがとう。明日ドレスフィッティングしてくるんだ。ついに来てしまった、フィッティングというタイミング。明日さやね、大忙しなんだよね、激大忙し。明日は何時に起きようかな。10時ぐらいには起きたいところではある。何色でしょうか。こんばんは。こんばんは。明日私お忙しでござるよ。明後日は、あ、でも明後日はもうカラオケルーム予約しました。きっと次こそ使えるであろうと信じて予約したよ。さあ、明後日めっちゃ早起きなんですよね。実は昨日の僕対昼公演でピンクうちわ立ち見中央いた。あ、ありがとうございました。とっても楽しかったですね。さすがに楽しかった。こんばんは。お天気悪いから気をつけてね。ちょっとそれが心配。明日は傘さして歩きます。こんばんは。疲れんこんだな。こんばんは。うわ、今何調べようと思ってたか忘れちゃった。あった。でも16日めっちゃ遅いんだよね。
21時とかなんだよな、カラオケルーム開くのが。こんばんは。やばい、全然エアコンが効かなくて暑すぎる部屋が。パチチーです。部屋を急冷してください。私のエアコン、よいしょ。それ紫の服ってあんま着たことないかも。肘ぶつけた。こんばんは。そう、21時からって遅いよね。まあなので1時間くらいやったら帰るかなと思っていますけど。もうちょっとでも早めにやりたい。20時ぐらいからやりたいね。20時ぐらいから配信して21時からカラオケしようかなっていう感じ。こんばんは。2日間の僕隊の余韻えげつないね。これで何回かサリン見れました。ますます可愛くなっててつい見ても嬉しい。ありがとう。こんばんは。ひななさんと仲良し、楽しかわいかった、嬉しい。連日公演入った時間サリー無理の最後なんだって連絡来た。悲しい。仕事中余韻最高やん。仕事頑張れちゃうじゃない、そんなの。サリの見送りいつも楽しみにしてる、嬉しい。皆さん本当にありがとう。あ、カラオケルーム予約できたから20時からショールームして、21時から歌っちゃおっかな。こんばんは。うえ、お盆休みいいですね。貴重な休日。今日も可愛かった、ありがとう。予定を入れておこう、嬉しい。そんな大したあれじゃないですけど。あ、眠くなってきた。お眠になってきた。一生赤赤サイリウム振り続ける嬉しい、かわいい。そう、眠気突然来るのよ。目がね急にウィンってね眠気モードに入るんですよね。えだしさん、かわいいギフトありがとう。
れてるからでしょうね。ね。えだしさん会議してありがとう。やっぱさ毎日7時間8時間寝ててもさ、こんだけ体を動かしてるとさ、こうちゃんと眠くなるよね。やっぱ寝るには運動が大事ってよく言うじゃないですか。体を一切動かしてないとなかなか眠くなかったりするじゃない。だから適度な運動マジ大事。どこかな。よいしょ。アミノ酸はどうなんでしょうか。でも乗り切れたのはアミノ酸のおかげなんじゃない、もしかして。アミノ酸を飲んでたから乗り切れたという可能性は大いにある。こんばんは。明日ジム行こうかな。いいやん健康的で。ケンケンさんアロハー。アロハー、ありがとうございます。アロハーってどういう意味だったっけ。なんか意味あったよね。いい言葉ですなね、無事走り切れて一安心。結構ねあれだったんですよ。あ、疲れてるなと思う、体が疲れてるなと思うタイミングが結構あったんですよ。9日、違うか、いつだ、12日の A でアリスで、水曜日のアリスで足一回グキってやってるし、そう、なんだっけな、なんかね体が思うように動かないなみたいなタイミングがちょこちょこあったんですよ。でも怪我なくてよかった。あ、でもちょっとここにすごいあざできてるけど、とんでもない色してんだ肘。これはいつ作ったか覚えてるぞ。これはね、9日か12日のどっちか、 A 公演で自分のマイクぶつけたんだよ。あ、違う、しずくかな、メイビーだ、言い訳メイビーの時にマイクめっちゃここにぶつけるってすごくない？どういう動きしてたか全然覚えてないんだけど、自分のマイクこうやってぶつけて、すごいすごい勢いでぶつけたらすごい色になっちゃった。もう痛くないんだけど、触っても痛くないんだよ、もう全然痛くないの。色だけすごいの、ね、よ。もう痛くないから全然ね、気にならん。ビックラポン、すごい色してるんだよ。
そういえばさ、今日和さんの飲み物、和さんのかき氷食べたよっていうコメントを見て思い出したんだけど、でもいい夏の過ごし方してるね。この前うちのさ近くの八百屋さんに和さん売ってたんだけど、マジ二度見ぐらいした。えっ、と思って、東京で和さん初めて見たと思って、うちの近くの八百屋さんに売ってました。むっちゃびっくりした。いましたね。胸の文字なんて書いてあるのこれ。ちょっと英語弱いのよ、さ英語弱い弱い人間やからちょっと分からへんねんな。こんばんは。達成のための努力的な。ちょっと反対からだとさ認識できない。へえ、達成努力。こんな文字書くの、こんな何単語なんだ。いいね、達成って言葉好きだよ。達成って言葉好きだよ私。よいしょ、はあ、疲れちゃった疲れちゃった。でもこの公園ラッシュで全然痩せなかったな別に。あ、こっちが達成。そうか、英語は逆か。ちょっと反対から見てるから分かんないのよ。もしこっちからか文は、あ、じゃあこっちが達成だね。よいしょ、全然痩せなかったな。太りもしなかったけど痩せもしなかった。ご飯食べてたからかな。あと今日信じられないぐらい食欲がめっちゃやばい。我慢したいところではある。でも帰りどうしても無理すぎてリンゴ買って食べた。カットリンゴをコンビニに寄ってリンゴ食べて帰ってきました。無理すぎて、もうでもリンゴならまあ許されるかと思って。公園割はプロテインとリンゴと、あとアイス食べちゃった。あのカメラマンの1号さんが差し入れしてくださったアイス、それ今日食べとかないとさ卒業までに食べきらんと思ってアイスとリンゴ食ってるわ。でも今日お昼ご飯あんまり食べてないから、ご飯米あんま食べてないから鶏肉食べた。お昼はそう、鶏肉食べた。タンパク質だからトータルのカロリーは低いはずなんだけどね、アイスを食べたとて。めっちゃ今お腹空いてる。空腹なり、空腹つらいなり、お腹ググなり。配信が終わったらお風呂に入ってさっさっさっさと寝よう。さっさっさっと寝よう。ヒラリンさんギフトありがとう。帰りめっちゃマック食べたかった。なんかマックの前通ったんだけどさ、帰りにめちゃくちゃマック食べたかったから、あ、卒業したら絶対食べようって心に決めて帰ってきた。
匂いはね感じなかったの。でもマックの看板でめっちゃ美味しそうだった。うわマクドナルドやって思って、ちょっと美味しそうやったな。絶対それ普段ねマック全然食べたいってあんま思わないの。そんなになんか人よりマクドナルド欲低いんだけど、やっぱこうちょっとカロリーを気にした生活していると普段別に思わないものも食べたくなるんだなと思って。しかも看板ってさあれだよ、なんかそのよく店頭に出てるさ大きいなんかその今限定のハンバーガー大きく書いてある弾幕とかじゃなくて、普通に黄色の M の文字でうわマクドナルド食べたいってなってるからね。末期ですよ、相当食べたい人だよね。そうそう、マクドナルドのマークだけ。でも今日の公演ちょっと顔むくんでたのかな、なんか太って見えた。オンデマンドの写真見たら、ごめん配信止まっちゃった。ここが今日すごいあった。まあこんだけこんだけね毎日毎日ね動いてたら顔もむくみますわ、むくみますわな。こんばんは。いつが漏れてた。でもさあまりオンデマンド漏れてる時ない、多分一回もない。うん、いつもなんかね微妙。そういう定めなんだろうな。写真写り悪いってよく言われるけどね、映像写り画面写り。こんばんは。まあでも角度によるね。明日の僕隊はさすがに出ません。明日の僕隊さなんかメンバー死ぬほど豪華じゃないって思いました。めっちゃ豪華じゃない、倍率やばそう。こんばんは。確かに3日連続僕隊、確かに。でも僕隊もさあれらしい、結構大変らしいよ。どんどん私がなんだどんどん僕隊出れるメンバーが失業しちゃうから大変って言ってた。人がいないわって言うとりましたで。あのはーちゃんのポジがね全然いないんですよ。結構私とはーちゃんが交互に出てて割とねそのポジション、そうでたまにオンさんみたいな。だからそうそこのポジがやばいってよーって言ってた。やばいよーって。多分ね、あのまなみさんも覚えてるとは思うんだけど、まなみさん別のポジで出ることの方が多いから、そうそうそういないわよーっていう話をさっきひななさんとした。こんばんは。サリンのいない僕隊寂しい。そんなこと言ってもらえて嬉しいよ。シンパシー公演のスリちゃんポジってわかんないですか？ヒーちゃん。でもヒーちゃんはあんま公演出れないのでスリちゃんしかいません。実質だからスリちゃんがもう
9割8分ぐらいの A 公演はセリちゃんが出ています。そう、ナナさんとひーちゃんがいたんだけど、ナナさん卒業されちゃったから、今はセリちゃんしかおりませぬ。セリちゃんだから大変だよね、全公演出なきゃいけないから。公演お疲れ様でした、ありがとうございます。でも劇場にこれから立たなくなるってなんかこうあまり実感が湧いていませんけれども、あまりにも生活の一部すぎて。でも人間というものはね、欲深い生き物だなと思ってますよ。私がまだまだ今入って加入してすぐぐらいの時はまだやっぱ長野に住んでたってのもあって、なかなか劇場公演出れなくて、でとにかく劇場に出たくて、で雫16人の時とかめちゃくちゃポジション覚えて、もういつどのポジでもいいので呼んでくださいって言って、まあ、急遽出たりとかも何回かあったりしつつ、いっぱい出てて、でそれを継続しつつ今もねどんどんポジション覚えちゃうんですけど、そしたらやっぱいっぱい劇場に出れるようになったらね、なんかもっといろいろこう欲深いものであれやりたいこれやりたいってなっちゃいますよね。トメさんアロハ、ありがとうございます。さっきそういえばあれだね、意味教えてくれてたね誰か、こんにちは、いい挨拶の意味なんですね、使っていこうこれから、パリピみたいになれるやん言葉だけ。こんばんは。エキビ最近聞いたよねのナレーション紹介の時、サリン最高にかかった、嬉しい、ありがとうございます。オンデマでリアタイするのも今夜が最後、確かに。サリン卒業でキャプテンポジもセイちゃんとほとんど出ないリンちゃんだけ、まあセイナさんとオンさんがいますから。こんばんは。チャケのとこがやばいよ、チャケしか いないんじゃない、ごめんチャケ、チャケしかいないじゃん、私のとこが一番やばいよ多分、チャケオンリーだから全部出てもらわなきゃいけなくなっちゃう。トメさんタワー、うわ何これパイナポー、ありがとうございます。トメさんタワーありがとう、ありがとう。私まだ新曲聴けてないのよ、配信終わったら聴くで、みんなネタバレせんで、ネタバレしないでね、まだ見てないし聴いてないのよ、曲名だけ知ってるけど。でもやることないんだよ私、不思議な感じ、今までシングルが出たらさ、あ劇場でやるのかみたいなさ、そういつも心持ちで、うわこのサビの振りめっちゃむずそうみたいな感じで見てたけど、もうこれからはもうという不思議な感じ、不思議な感じで見ます。結構ね私が入ってからのシングルは結構披露する機会も多かったですからね。
21時35分頃に初色が終わってたんだ。ちょっと見れなかったな。全然お家帰ってきてすぐ配信始めたから、多分さやが帰ってきた時ぐらいにやってたんだろうな。ネタバレしないでとか言ったけど見たい。AKB 公式ツイッター、あ、かわいい。え、 MV の衣装ですかねこれ。めっちゃかわいいじゃん。えぐ、むちゃんこかわいい。むちゃんこかわいいやん。そう、なるちゃんが髪ピンクにしたって言ってたんですよ。そう、今日ね、さやがレッスン場にね、自主練習に行ったらね、この今日番組出る選抜がみんなメイクにするために事務所に来ててさ、みんなに会えたんだけどさ、そう、なるちゃんがピンクなんだよねって言ってた。そう、髪今ピンクなんだって、今日の歌番組で初披露なんだって言ってたのを喋った。あとね、下尾ちゃんがね、さやりん頑張ってるねって言って R1 くれたの。優しい。絶対さ、自分で飲むためにさ、コンビニで買ったと思うの。コンビニの袋から出してくれたんだけど、絶対自分で飲むために買ってんのにさ、私にくれてさ、いいのって言って、ちょっと私の水曜公演ではちゃんと改めて感謝を伝えたいと思っている。そう、優しすぎない？ほんまに。でもみんなに会えてなんか嬉しかった。みんないた。あとなんかさ、会った時はまだそのメドレーの衣装着てたから、 A の衣装着てて、 A のアンコールの衣装、なんかすごい新鮮だった。ああ、 A 以外が着てるとなんか新鮮だなと思って。でもやっぱあの衣装可愛いよね。私の衣装誰だったんだろう。おだいりがおりんちゃんの着てることしか分かんなかった。おだいりが教えてくれた、これおりんの衣装なんだよねって言ってたのは私に教えてくれたんだけど、他のメンバーはちょっと分かんなかったけど、そう、でもさ、もう誰が着てるんだろうって思ってる。ズッキーかな。短パン組ってさ、みんな形ちょっとずつもしかして違う、みんな一緒なのかな。あんまりよく分かってないんだけど、助けてほしい、分かんなすぎて。みんなの集合写真を見てみよう。あ、みんなちょっとずつ違うんだ。確かにズッキーのね、見覚えすごくあるな。あ、襟が違ったりすんだ。へえ、知らなかった。え、ズッキー、そしたらズッキーズッキーノっぽい、首元がめっちゃズッキーノっぽい、私の衣装っぽい。あ、ズッキーですねこれ。ズッキーだこれ。首が、襟が絶対私のやつな気がする。こんばんは。私の衣装が地上波に。こんばんは。前ね、イベントではナーミンが着てましたからね。ティフ、そう、ティフでは
難民が着てました。いや難民とかさ、ズッキーが着る衣装そら細いよね。そらきついよ。二人ともカリカリやないの。そらさやがダイエットしてやっと着こなせるわけだで。こんばんは。でももう着ることないのでね、私これからみんなに着て行っていただきたい。ねえ、やばくない？もう絵やらないって衝撃受けてるよ。さや、びっくりじゃない？てか僕隊もやらないのか。まだ終わったばっかだからあんま実感湧いてないけど、僕隊マジ頑張って覚えたな。サリン足出し衣装に限る、嬉しい。毎日何かのラストになってる。いや間違いない。今日一日僕歌いのサリン考えて仕方しようもらえた。かわいすぎる。ずっと考えたらミスっちゃったんだ。ミスったりとか上の空だったりしたのかな。超かわいいじゃんそんな。みんなはさ、僕隊さえが出ますってなった時どう思ったんだろう。びっくりって思ったのかな。ちょっと全然覚えてない。僕隊の初日とかちょっとあ、何も記憶ないけど。23歳の後輩に仕事してくださいって言われてた。かわいい。大好きな公園いいですね。めっちゃ嬉しかった。なるほどね。全然覚えてないんだよな。でもなんか出たいですって言ったらすぐあれし、なんか話進んだ気がするんだよな。ちょっと LINE 遡ってみますか。残ってるか分かんないけど、僕の太陽ちょっと今劇場公演でやっている僕の太陽公演に出演したいメンバーいらっしゃいましたらご連絡ください。多分これに私が出たいですって言ったんだろうね。僕隊やばすぎるんでみたいなラインしてるわこれ。こんばんは。大急ぎでチケ戦申し込んで休み申請した。おもろい。どの衣装がお気に？僕隊？ぼ、ぼ、あの
夕日を見ているかとか好きだけどね。こんばんは。あの短パンすごい足綺麗に見えんだよ。こんばんは。ちょっと全然いつサイが出ますって言ったのかが分かんないな。あ、あった。お疲れ様です、僕タイ出たいですって LINE してるわ。7月1日に、去年の7月1日に。で、7月24日に出たんだ。ふーん。で、資料をもらったのが7月9日。ふーん。そんな感じでした。ちょっとあんまりなかったわ。口頭で言ってんのかもしれない。全然 LINE の履歴なかったわ。今年公演いっぱい出てくれて嬉しかった。ありがとうございます。そう、エイト初だった。まさかエイト初が私だなんて誰も思わなかったんだろうね。僕たちどうやって覚えたんだろうな。どんぐらいの期間で覚えたんだろう。多分2週間まるまるは練習してない。絶対全然覚えてないな。全然覚えてません。記憶というのは曖昧なもんで。ちょっと最近さ、めっちゃまつげの生え際かゆい。そんな感じですね。あちゅま。明日ショールームいつやろう。明日のショールームタイムを探ってみよう。ショールームいつやるかな。フィッティングの前にやろうかな。あ、違うな。無理だな。お家帰ってきてからかな。お家帰ってきてから夜かな。でもやっぱ劇場に一緒に出るとめっちゃ仲良くなる、メンバーと。そう、マジで。舞台のおかげで仲良くなれたメンバーがあまりにも多すぎる。公演一緒に出ると絶対仲良くなれるんだよな。でかいですね。しかも8人だと余計に。16人の時はあんま賞味そんなに思わなかったんだけど、そう、8人だとやっぱその顔を合わせるタイミングが多いから。そう、え、そんなで、まなかちゃんはなんかまなかちゃんからのモーアタックのおかげで仲良くなれた。まなかちゃんはマジで、まなかちゃんに私のどこが刺さったのか全然わかんないんだけど、マジでなんかねすごい好きらしいよ。可愛いよね、そんなまなかちゃんが。
ということで、ぼちぼち終わりにしようかな。また明日ショールームでお会いしましょう。メンテナンス明日明後日休みなのにめちゃくちゃ忙しい。でマッサージとか行こうかな。さらに忙しくしてみる。マッサージとか行こうかな。ムレイマ4時代ターヤとまあまあ仲良い気がして、仲良くしてた仲良くしてた、おかしい、仲良くしてもらってた、そうめっちゃ仲良くしてもらってた。ターヤちゃんね、夏ね行ってもいいよね、ワンちゃん。もう劇場は出ないの？もう残すところ卒業公演のみとなりました。16日って何公演やってんだろうね。ちょっとあんま把握してないんだけど、自分が出ない公演って。研究生なんだ。ほほう。理解。ではランキング読みします。13位ピアノマンさんありがとうございます。12位黒狐さんありがとうございます。11位はさっぴさんありがとうございます。10位たかしさんありがとうございます。9位バイコトさんありがとうございます。8位ひらりんさんありがとうございます。7位やだしさんありがとうございます。6位やっちさんありがとうございます。5位やすさんありがとうございます。4位こうちゃんありがとうございます。3位けんけんさんありがとうございます。2位もたさんありがとうございます。1位はとめさんありがとうございます。そしてもたさんととめさんタワーありがとう、ほんまにありがとう。関西弁本当にありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバーイ。